が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。はい、今日はですね、勝里さん第2日目ということで、私と山口さんがですね、昨日無事にですね、日本一のチャンピオンカツ丼を食べきったので、今日は世界一のキングカツ丼5キロというのにチャレンジしたいと思います。昨日の3キロのチャレンジの様子が見たい方はですね、はい、こちらにあるやつを見てください。はい、それでは行ってみたいと思います。見てね。はいはい、今待ってます。でですね、勝里さんトッピングがいろいろできるらしくて、カツ丼にこのテーブルの脇っちょに書いてあるんですけど、おろしタレ、かけるカレー、チーズ、マヨネーズ、生卵。生卵は昨日新井くんがやってました。で、山口さんはね、最初からチーズのトッピングを生きよるらしいので、はい、なんかね、1個だけチーズトッピングになったカツが乗ってくる、2つチーズトッピングのカツが乗ってくるらしいです。私はタイミングを見てやりたいと思います。はい、1つ目が到着しました。はい、キングカツ丼だよ。美味しそう。この全体に対する三つ葉の比率がですね、三つ葉が少なそうですけど、三つ葉は1人前ですね、乗っております。そう、こんな感じです。お待たせいたしました。2つ目が来ました。ちょっと、はい、もうちょっと、じゃあお声かけてください。すごい、でかいですね。合わせて頼んで、スタートさせていただきます。はい、はい、はい、いただきます。ふわっと始まった。いただきます。うまい、やっぱ、うん、やばい。うん、これがチーズか。あ、すごいチーズ、いいな。どうだった、チーズ。チーズ美味しい。濃厚な感じになります。とんかつにチーズ合いそうだね。ただね、このぐらい量があるとわからないね。すいません、生卵を3つと生卵を3つ、あとおろしタレを2ついくらせる。すいません、私もおろしタレを2つ。景色の一目かけんかったで、一目どんどん量を増やしますね、山口さん。お待ちください。はい、すいません、じゃあこちらおろしタレですね。お二つ分ですね。でしたら、はい、おろしタレが来ました。こんな全然白飛びしちゃうわ。プリディース大根おろしとポン酢、このセットです。私もやろう。うまい。おろしタレかけます。ちょっとここ、おろしゾーンにしよう。すげえ贅沢。さっぱりするよ。すごいいいかも。うん、
すいません、お邪魔してください。かけるカレーを2人前、お客様だけでよ、はい、お二つで、カツカレー丼みたいな。お客様お待たせいたしました。うまい。あ、一緒かな、昨日のカレーと。出汁が効いとってちょっと甘めのやつです。うん、最後のカツです、うん、ごちそうさまでした。ポイ食べました。終わりました。終わりました。16分ぐらい。待ってやってたもん。イエーイ、最後だよ。イエーイ、おーしまーい。ちょぼちょぼ片付けて。はい、完食。食べました。食べさせていただきます。ポイ、私が26分ぐらいだったっけ、確か。私が26分ぐらいで、山口さんが34分ぐらいで完食でした。ごちそうさまです。いや、美味しかったですね、今日も。今日なんか大きいから、いろいろトッピングをしてみてね、美味しかったですね、トッピング。どれが良かったですか、いろいろやって。大根おろし、大根おろし、おろしタレ、なんかあれですね、普通のおろしとんかつみたいな感じの雰囲気になりましたね、うん、カレーもカツカレーみたいな感じになって美味しかったです。チーズどうでした。チーズ食べたかったけど、やらなかったの。あの、1枚目はすごく感じたんだけど、2枚目からはなんか気持ちが追いかなくなって必死必死になっちゃって、必死。あ、チーズダーぐらいにちょっとしか持ってなかった。なるほど、ごめんなさいね。なるほど、チーズは まあ皆さん確認しに来てください。チーズも美味しそうだった。はい、せーの、ごちそうさまでした。どうしてもやりたかったので、味噌カツ丼のチーズトッピングをしてもらいました。うどんだよ、味噌カツのチーズトッピングだよ、チーズダクダクだよ。おい飯はこんな感じだよ。あんま、うどんが、うどんがすごい美味しいです。すごい、だしが、うん、チーズ違う、チーズ違う、おいしい。うん、味噌とチーズめっちゃ合う。 こってりオンこってりだけど。食べます。マジで、うん。いいね、トッキーで。どうぞどうぞ。おいしい。もう、カツラム、うん、チーズ合いますよね、味噌と。
様でした。はい、ごちそうさまでした。美味しかったですね、今日も。なんか、あの10人前を食べたのにもかかわらずですね、おかわりしたくなる美味しさでした。はい、勝里さん、2日間にわたってね、すごくお店の方にも協力していただいて、はい、とても楽しいチャレンジができたと思います。またこんな感じでですね、出張チャレンジもどんどんやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひまた次が見たいなと思われましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それではお腹が空いたらモンスター、今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。